森内バトル熱かったですね。はい、2人は見てどうでしたかね。はい、はい、やっぱりもう団体のその名前をかけて、その意地と意地をぶつかり合いというか、やっぱり熱いもんがありましたね。はい、まあ、一個一個の、ね、団体の個性というか、まあ、そういうものもしっかり出てたので、まあ、次回にも期待したいと思います。次はゲストショーケースです。ダブルダッチとは違うパフォーマンスをお楽しみください。 VTR ビートキック。いただきました。引退してスタッフとして参加させてもらってすごい楽しかったです。後輩が頑張ってる姿見れてよかったです。盛り上がっててめっちゃ楽しいです。みんなもぜひ次のラブトラ来てください。ブリリアントナイト。ビートライブ TV。 イエーイ。では最後にオールドタイプのヒカルさんにインタビューしたいと思います。ブリリアントナイトは本当にたくさんの人が集まってくれて、ちょっとずつですけど関西のダブルダッチシーンが盛り上がってきてるのかなって思いましたね。自分らで盛り上がれることがやっぱこういうクラブイベントをなんか、あ、良かったな、いいイベントだったなって思わせる、やっぱそういう意味につながると思うので、すごいそこは良かったと思います。ありがとうございました。ビートライブ TV。